分かった、急いで。どんどん増えてる。分かった、すぐ戻るね。ということで皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。ヘビーレインやっていきましょう。探さなきゃ、水かさが増してる。ジョンもそんなに待てないよ。これは弟くんかな。お兄ちゃんが死んじゃった。パパ、これ近くにいたのはパパだよね。確か間違えた。誰か探してくる。そしたら戻ってきて助けてあげる。違う違う、ここじゃないっけ。パパ3番。パパだ、パパを連れてこよう。ジョンを救えるのはパパだけだ。急げ。トレーラーどこ。わあ、待って待って、どこ走ってんだ。次ママ。ママの会社は遠すぎるよ、絶対間に合わない。そうだね、建設現場。ここには誰もいない、助けてくれる人がいないよ。パパパパパパ、ジョンが水に落ちたんだ。溺れちゃうよ。あっち行け、チビが。俺に来てよ。パパお願い、ジョンが死んじゃう、ジョンが死んじゃうよ。食いぶちが減って助かるじゃねえか。だろ、あっちに行け。お願いパパ、早く来てよ。ジョンが死んじゃう、ジョンが死んじゃうよ。パパ聞こえなかったのか。うせえ。最低だね。お願いパパ、お願い、ジョンを助けてあげて。うわあ、ランがあるわ。お願いしたんだ、一生懸命お願いしたんだ、でも来てくれない。お願いだから死なないで、ジョン、お願い。電話ないんかな。やばい、もうちょっと。僕のことは、僕のこと忘れないで。わあ、うわー、待って、つらい。この件があって堀上殺人鬼になったっていうことだよね。お兄ちゃんが亡くした親に助けを求めたのに助けてくれない。あー、悲しいな、これ。そう、これお兄ちゃんが死んで弟が、あれ、ちょっと待って、この写真さ、ちょっと噛んじゃった。この写真さ、お母さんのところにもあったってことだよね。っていうことだと思うんだけど、ほい。何してんだ、一瞬キラキラしてたぞ、エフェクトが。燃やすのかな。え、待って、スマホ見ていこう。いや、スマホ見ていこう。燃やしちまった。何やってんだ。あー、そっかそっかそっか、なんかこの人からもらったやつだね。え、待って待って待って、どういうこと？この人、なんで証拠を隠滅してんの？そういうことだよね。証拠品ばっかりだよね。あれ？まさかの、これ恋仲になったのに。まさかの、こいつが犯人っていうこと？かな？ここまで来ると。おい、何やってんだよ。せっかくのみんなの心をさ、頭やこうやって砕いていくんだ、こいつは。こいつが殺人鬼ってことでしょ。うわー、うわー、お前だったんか、あのおじいちゃん殺したの。そうだよね、このおじいちゃんも殺されてるし、最悪。うわー、なるほど、ここで何を触ったかっていうのが、あのタイプライターを拭いてたら分かったってこと。写真は一番最後だ。写真は一番最後に燃やしてやる。泣いてんじゃないよ、泣きたいのは周りのみんなだよ。お前か、やったのは。何の借りがあったんだろうね。うわー、殺してからの
で、この後にあれが来てんのか。ノーマンか。FBI ね。何を考えてんだか。お母さん、そうだよね。あ、でも会いに行ってるは行ってるんだ。死んだ、もしかしてお母さん殺したんか。まさかやったな。いろいろなことやりすぎてるよ、あんた。あんたが殺人犯か。うわー、泣いても遅い。やりすぎた、いろいろと。金曜日6時36分 PM。 いや、ここからショーンが助けられるか。うわ、スコット・シェルビー来た。これね、警察、警察に通報しないと。でも証拠がない。記憶をなくしたおばあさんの証言だけ。そうなのよ。いや、不安。家にいませんように。いるのよ、多分。注意。犯人がいるかもしれない。注意するのよ。2、ここが正念場よ。そうよ。アン・シェパードのくれた名前が正しければ、折り紙殺人鬼はここに住んでる。そういうことだよね。奴が建物にいたらフロアを間違えたふりをするのよ。まずはノック。ノックしていなければ開けてみる。鍵が閉まってるけど。え、まさかのピッキングしちゃう。まさかの E9 からのシャカシャカシェイク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 。うわ、ミスった。 E からの9からのシェイク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 してるんですけど、これなんだ、こういうことか。横、え、体が覚えててくれた。やったことあるんかい。なんだろうね、今の動き何。ちょっとマウスじゃ対応しきれないかもしれない。折り紙殺人鬼の家、ショーンの居場所が分かるものがあるはず。鍵は閉めておこう。急げ急いで、殺人鬼が帰ってくるわ、はい、手がかり。部屋を順番に探して、何か手がかりがあるはずよ。じゃあここから探していこう。こんなところに入れとかないか。次、下の段見ていこう。ここは何かある？何もない。全然見てなかったじゃん今。こっちの部屋、上の段から。あ、警察官。そうだよね、元警官だったのね。そうだ、元警察官だったわ。それなら捜査がどうやって行われるかも知っていたはず。しかも一回警察に行ってるしね、見つかって。あのタイプライターの指紋かなんかで、多分。そうだよね、何もない。この辺は、あ、待って、ここで見れるかな。誰もいない。大丈夫そう。こっちとか開けてみよう。何かありますか。何もないですか。え、そうだね、海外でもこういう風にやるんだよね。結構ね、クローゼットの奥にまた部屋みたいなのがあったりするんだよね。ここはトイレ、トイレと洗面台と、あ、ここはなんだ。ここ開けてみたいね。え、続いて。はい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 。何かある？ない。ここは出ていくしかないか。寝室には何もなし。あとは待って、直感？ちょっと待ってよ、部屋が一つ足りないわ。あの大きなタンスの後ろにオフィスがあるはずよ。あ、どこどこどこ。大きなタンスの後ろにオフィスがある。ちょっと待ってよ、待ってよ、どこ。これの下？何かある？ない。大きなタンスの後ろにオフィス。もう一回、必死。何もない、何も見つからない。アンの教えてくれた名前が間違いだったら。待ってね、
あとは隠れ場所？秘密を隠してる場所があるはずよ。どこに隠してるのかしら。どこにあるのかしらね。急げ警官。元警官、警察の捜査に精通してた。あ、間違えた、これか。だから手がかりがなかったんだわ。警官の制服、そうやって安心させたのね。だから子供がついていったのよ。なるほど。警官の格好をしてたから。で、この奥にあるってこと？の奥、S レンダ。やばいやばいやばい。おー、開いたー。上。さて、どこに繋がってる？あら、秘密の部屋。欄が植えてあるわ。見つけたわ。おーっと、タイプライターもある。なるほど、シェルビー。シェルビーがいつ戻ってもおかしくないわ。と、上。ショーン。あいつ、ショーンが溺れるのをずっと見てたのね。あー、パスワードがいるんだわ。パスワードは欄。あー、違うか。折り紙。どうしよう。レイン。こいつの思考をイメージして子供時代に関係があるはずよ。子供の時の折り紙の犬の名前は何だった？なるほど。マックス。マックス、マックス。そうよ、マックス。ジョンが小さい頃に折り紙の犬につけた名前だわ。これ何かしら。住所、ショーンがいる場所に違いないわ。急いで、ぐずぐずしてる場合じゃないわ。上。いやー、下を押したかったな。そんな見てる場合じゃないでしょ、もう。ウサギじゃないや、ネズミ。これ下。両親が教会、あ、これ送ったやつだな。あとは、待って、上。これ、ランの花。ここで被害者の胸に残したランを栽培していたのね。立ち去ろう。十分ね。オッケーオッケー。ここを出て警察に電話しないと。見つかるんじゃね。うわー、俺の秘密を知っちまったか。おしまいよ、スコット。息子を助ける父親を探すためだけに子供たちを殺したのに。黙れ。あれ、これどっちか死ぬんじゃね。何がわかる。子供は始まるよ。まだ間に合うかもしれないわ。ショーンを解放して父親ができなかったことをするの。そこへ入れ。閉じ込められた。時間。そう長いこと空気が持たないわ。そんなに？数分ね。嘘や、そんなんじゃない。落ち着く。落ち着いて、とにかく落ち着いて考えるの。不可能ではないだろう。ここで死ねばショーンを助けることができないわ。で、ほう。ここは意味がなさそうだな。ほう。左側っていうことはなんだ。あー、なんかやばい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 ぞ。死んじゃう死んじゃう。これは蹴破るしかないんかな。頑張れ。多分無理な気がするけど。いや、きついな。違うところ、違うところ、こっち。頑張れ。こっち。3。お。で。なるほど。もう一回。ちょ。お。ダメ。お。意味ない。こっちか。お、あ、違う。ほう。意味ない？こっち？お？こ、あ、こっちこっち。いけ。頑張れ。よしよし。そこがあるのね。わかりました。逃げろ逃げろ。
こう？え？こう？ D。 アンダーバー違う、スペース。スペースだわ。なんか前もアンダーバーって言った気がすんな。カラーの？ここで。うわー、これやばいね。これで9からのこっちで助走をつけて、ほいべ、あ、間違えた、ごめんね、普通にごめんなんだけど、これでこうして W で9連打、普通にごめんねなんだけど、マジこれでこうして OK で、次何が来る、なんか普通な顔してんじゃねえか、上上上、うん、頑張れ、本当はこういう時ってジャンプすれば死ぬわ、うん、もう一度考えるの、OK、ジャンプしない、 S、 うわ待って、普通に死にそうなんだけど、ごめんなさい、これは生存ルート行きたいな、ギリギリでもいいから生きるのよ、あなたは熱そう、ここもやばそうだね、ここどこ、うわーガスはやばいな、ガスタンクあるぞ、それは違う違う違う、ここどこの部屋、あ、やばいやばいやばい、落ち着いて落ち着いて、あ、死んじゃう、落ち着いてくれ、落ち着いて、大丈夫だから、まだいける、こっち側に道がつながってるっぽいんだよな、うん、ね、窓から出るのは無謀よ、ジャンプしたら死ぬわ、じゃあ、身を守る、アパートが炎に包まれてる、生きて脱出するなら急がないと、でもこっち側に行くしかないさそうなんだよな、これまた高すぎるってなるんじゃないかな、高すぎる、ジャンプすれば死ぬわ、もう一度考えるのよ、だとしたらジャンプしない、 3? 4? で、E 連打、 E 連打、連打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 、ちょっと待って連打連打だよ、本当にこっからどうすんだ、こうか、で、こう持って、で、9で、こうで身を守る、考えて、大丈夫、考えるのよ、はい、で、S、 よし、で、こっち、どこ、ここ、ここどこよね、違うところ、あ、でもう一個のところ、もう一個のところ、もう一個、1で、3で、これ何やってんだ、何やってんだそんなことしてる場合じゃないのにね、で、次こっち、こっち、え、何やってんの、死んじゃわない、そんなことしてたら意味なくねえか、そんなことする必要ないだろう、ここは違う、違うでしょ、ここじゃない、ここ、これじゃ高すぎる、あ、自殺行為ね、他に出口があるはずよ、分かった、違うところにしよう、ジャンプしない、あとは、あとは考えるところは、ここで、え、これしかない、もしかして何かあるか、何かある、これで出して、自分が入んので、 W で、 E で、え？あー、なるほどね、そこに入んなきゃダメだったんだ、なるほど、やばー、大火事じゃん、大爆発じゃん、これで、うわ、出られたんだ、なるほど、冷蔵庫ってあんな方法があんだね、ごめんね、いっぱい怪我させちゃった、ごめんね、痛かったかな、でも生きてたね、よかったよかった、で、手帳かなんかゲットしてる、
うわすごい熱そう。E さんに電話。ショーンの居場所は分かった。E さんに教えないと。うん、あとは決定。あ、E さんに電話しない方が良かったんかな。出ない。じゃあもう一回しらみつぶしにやるしかない。行くしかないのか。行くか。E さん今何やってんだ。大やけどしてんのに行ける。かっこいいな。どうやって抜け出したんだろう、あそこから。来たよ、ショーンタイムが。かわいいな。ずっと見てられるんだが。めっちゃかわいい。今助けてあげるからね、ショーン。金曜日夜7時22分。どこにいるんだこれ。どこですか。タクシーが来た。あ、違う、これが E さんか。で見たもののそれが合ってるかどうかっていう話だったよね、確かね。 Push you this way。 ここにいるか。待っててくれ、お願いだ。ショーン、あ、待って、あそこ。ショーン、ショーン、ショーン、時間がない。間に合ってくれよ。そこじゃないのかな。住所が間違っていればショーンはおしまいだ。違う。ショーン、ショーンはどこだ。違うか。違った。ずっと探していたんだよ。え、長いことな。何。俺の父親ができなかったことができる父親をずっと探してた。あ、命を投げ出す父親だ。息子を救うためにな。ずっと探して探して探し続けて、そんな時君を思い出した。この場にいたってこと？うわー、悪趣味にも程がある。あれだけの殺人を、息子を救える父親を見つけるためだけに。見つけるためだけだと。自分が父親にとって何の価値もない存在だと知るのがどんな気持ちかわかるか。いいか、俺だって犠牲者たちと同じくらい苦しんだんだ。試練は全てクリアした。さあ息子を返してくれ。そこだ、鉄格子を開けるだけだ。何？鍵がないってこと？うわうわ、あ、おっと、来てくれたじゃん。あー、いたいたいた、ショーンがいた。はい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 、あれ来る、あれ来る、あれ来る、マウス。どうにかして壊さないと。鉄格子、鉄格子を開けないと。何か探すんだ、早く。はい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 、待ってね。ショーン、今出してやるからな。はいはいはい、何かないか、何かないですか。何か壊せるものがあるといいんだけど。お、これは鉄パイプ、いける。ここです。はい、両方で下げる。頑張れ頑張れ、壊れてくれ。あれ狂うマウス、もう自分の体重でドーンやればいい。あれ狂うマウス、お願い。あー、オッケーオッケー。そんな簡単には壊れないと思うけどね、そんだけの軟禁状。あ、SSS 助ける、ショーンを助ける、ショーンを助けたい。お願い、間に合ってほしい。え、なに、頑張れ。よし、ちょん、はあ、ちょっと待って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 、嘘、ちょっと待って、これ沈んでるってやばくないか。今ので、今の数分で死んだ、数分じゃないか、もはや数秒で死んだとかないよね。ちょん、あ、鼻の鼻に水がってことは水だいぶ飲んでるな、やばいぞ。さあここから始まるんではないでしょうか。
私の苦手なコマンド。あらら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 。あらー、二人でこんなところに。始まるぞ、きっと始まるぞ。身構えろ。危ないって、そんなところでやったら。冷静に考えてみ。W S S W。 私は FBI 捜査官ノーマンだっけ、を助けたい。来た、横、来た。もはや起き上がれない。 S S S。 上、どこ。 W W 連打。全員配置につけ。犯人は凶暴で、おそらく武装している。見つけ次第撃て。殺してもいい。繰り返す。見つけ次第撃て。アイシュ、スナイパーの準備は。はい、警部補。配置につきました。よし、今度は逃げられないぞ。奴が顔を出したら撃ち殺せ。おい、お前、何してる。警部補、私はマディソン・ペイジ、ジャーナリストです。イーサン・マーズの無実を証明できます。彼は犯人じゃない。ジャーナリストはここで何してる。全員に口外するなと言ったはずだ。こっからつまみ出せ。仕事の邪魔だ。わかりました。さあ、来るんだ。あなたは大きな間違いをしてるんです。イーサン・マーズは無実よ。戻ってきた。上、いきなりやめて。 SSS。 よし、W 連打。 W、 ダメ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 、重いこの人重い。反撃。 S S 上、いい押して、 Q 押して、で、両ボタン。頑張って、お願いだ。頑張って、頑張って、息をするんだ。頑張って、はい、次、左下、はい、頑張れ頑張れE さん、 Q 両ボタン下下、はい、左、さあ、死なないでくれ、お願いで、ショーン、俺を置いていかないでくれ。ショーン、助けられなかったかな。どうでしょう。ミスったからかな。お、生きてる。雨の当たらないところ行こう。もうダメかと思ったよ。よかった。アッシュ、この女をつまみ出せ。彼は犯人じゃないわ。彼は無実よ。はい、おい、ここでもか。はい、 S、 あ、間違えたんです。 W です。はいはいはい。わー、やばー。わお、くそ。警部補、どうしますか。総員に次ぐ、射撃は中止。繰り返す、射撃中止。よかった。マディソン、どうなってるんだ。外に警官が倉庫を包囲してるわ。外に出たらあなたを撃つつもりよ。一人で行くよ。
彼らに話して説明する。口を開く前に撃ち殺されるわ。いい、一緒に両手を上げて外に出るのよ。それなら撃てないはず。あなたの無実を証明する証拠を持ってるの。大丈夫かショーン。マディソン、君を疑ってすまなかった。ショーンのことで頭がいっぱいで俺は。目の当たんないとこ行こう。いいの、今はショーンを助けることだけ考えて。さてこっちはどうなってるかな。はい、危なー。上上、はい、来た。あー、ずるい。上、うわお、あ、待って、死んでしまうのでは。助けてくれ、助けよう。俺が助けてくれ、助けよう。別だ別だ。さすがにそれはダメだ。うん、最悪だけどね。っす、動けなくさせればいい。 SSSS S。どっちが撃ち抜くか選べるみたいな感じかな。ダメデュー、やめて。それはダメ、それはダメです。この人頑張ったの、頑張ったからダメダメダメ。あー、どっちしろおじいちゃん死ぬやん。あー、俺もじゃねえか。そうでもない、さすがすぎる。あ、やばい、待って、これでコマンドくんのよ。マジここでコマンドだけはやめてくれ。よかった。あの人はもう最終的にどっちにしろ死ぬ運命だったってことだもんね。手伝わなくっても手伝っても。ああ、あのおじさんなら、そっか、歯に当たっちゃいそうな感じだもんね。犯人死亡だ。帰り。さて犯人がいなくなってしまいましたが、どうなるんでしょうか。これで犯人がE さんじゃなかったよって分かれば、もう本当に万々歳な終わり方だと思うの。いっぱい怪我したけど、あ、すごい、ショーンを救え。今朝は嬉しいニュースをお届けします。ヘビーレインヒーロー実績録解除。4人のヒーロー。ショーン君は折り紙殺人鬼により井戸の中に閉じ込められていたとのことです。この事件の解決の裏には、警察に犯人の嫌疑をかけられていたイーサン・マーズ氏の勇敢な行動があったことを忘れてはなりません。疑いようもなく彼の勇気が殺人鬼の計画を阻止し、救出を実現させたのです。警察本部長はマーズ氏に公式に謝罪しました。本日のトップニュースです。警察により折り紙殺人鬼と思われる男性の身元が特定されました。スコット・シェルビー48歳は元警部補で、犠牲者の遺族に調査を依頼された私立探偵だと名乗っていたそうです。シェルビーは大規模な捜査の最中に死亡しましたが、詳細についてはまだ公表されていません。はい、すごいね、今のやつが全部このニュース番組に反映されてるってことでしょ。なんだこの家は。友達の友達が特別に紹介してくれたところだ。気に入れば俺たちの家だ。え、奥さんはいいのかな。ショーンがさ、パパについていくことを許したのかな。ねえパパ、僕の部屋を見つけたよ。で、どう思う。完璧よ、イーサン。素晴らしいね。私たち事件を忘れるのね。普通の日常を過ごして、そしてある日、全部ただの悪い夢になるんだわ。
幸せになる権利をつかんだのね、私たち。あはははは、かわいい。幸せになる権利をつかんだんだよ、よかったよ。チョーンが生きててマジでよかった。めっちゃ笑ってるけど。うわー、今日のゲストは素晴らしいな。今週の紙面の一面を飾り、まさに我々の時代のニューヒーローと全国から絶賛されている方です。驚くべきことに、彼はほぼ単独で折り紙殺人鬼として知られる卑劣な連続殺人魔による事件を終結させ、ショーン・マーズ少年の命を救いました。彼の決意、勇気、そして知性に称賛を。ノーマン・ジェイデンさんです。 FBI 来た。おい、透かしてんな。おっと、ここはトイレ？あ、ノーマン。大丈夫か？そうだよね、なんかさ、釣りをやめなきゃいけないのか、あのメガネをやめなきゃいけないのかわかんないけど、その問題が残ってたね、君には。釣りを捨てた。ということは、多分あの薬が良くなかったんかな。ここはどこ？あ、仕事してんね。めちゃめちゃ頑張ってるじゃん。おお、戦車が？戦車が見えたぞ今。ん？あれ？リアルに見えるようになってる。幻覚？しかも撃ち殺されそうになってる。どういうこと？どういうことだろうね。この人誰？あ！ああ、裏切られてる人。あなたは私の息子を殺した。私を腕に抱いている時もそのことを考えていたの。私にはあなたがしたことが理解できない。どんな理由でも正当化できないわ。そうだね。あなたにはもう軽蔑しか感じない。それ以外何もないわ。先生したかい？ちょっとそんなバラバラになったと思うんだけど、お墓に入れるのあったのかな。残骸的なさ、骨とかも見つかったんだろうか。おっと、ん？あー、もしかしてこれ私のした選択ってこと？っていうことなんじゃなくて、ここでルートが変わってるみたいな。え、違うのかな。え、わかんないけど、ここでもし殴れてたらまた変わってた。変わってたんだ。ここで止めてなかったらどうなってた。ここでこの入り口わからなかったらって、そんなわけないよね多分。え、なにこれ。あ、小指。
あーなんか口にくわえてんな。なるほど。なんだこれ、どうした、どこだ。あー車のところ、ここはわお、とてつもないじゃない。だってたまたまんとこなんかナイフから出てたんかな、血出てたんかな、あれね。こういう風なルートとかいろんなルートあるじゃん。これ私は飛び降りたけど飛び降りないルートもあったってことだもんね。降りてる。あったね、こんなのも。うわー楽しかった。この人を見殺しにするっていうのもできたもんね。なるほど。いっぱいあったヘビーレインということで、私の物語はとりあえず最後にスコット・シェルビーが死んでしまったんですけれども、その人以外はとりあえず生きてて、最後のさ、FBI の人みんな戦車向けられてたけど、あれってどういうことだろうね。あれって多分メガネで見えてたことが現実で見えだして、なおかつ悪い薬はやめたってことでしょ。だけど幻覚が見えるようになってきちゃってっていうことなのかな。最後死んじゃったのかな、ここだけ心配なんだけど。でもチョーンがね生きてて本当によかった。チョーンを救うためにこのゲームをねやってたようなもんだからさ。でなおかつイーさんもデイゾンポット、犯人の人と、あとイーさん、主人公ですよね、の2人とも、どちらもカップルが成立してたんですけど、一つのカップル、あれかわいそうだったね。被害者のママさんがなんか一番かわいそうなんですが、まあ、でも物語としては多分変わりはないのかな。犯人が変わるとかってあんのかな。なんかそこはなさそうな気もするけど、プログラム的にですが、まあ、私のね行動一つ一つでこの物語の終焉がこうなりましたということで、ヘビーレインの実況プレイ終わりとなります。すごいボリュームでしたね。皆さんも最後まで見てくれてありがとうございました。皆さんはこの犯人がね誰かっていう風に想像はついていたでしょうか。私はね全然想像もしてなかった人が犯人でびっくりしたんですけれども、このヘビーレインに続いて他にも作品がいくつかあるので、また今度遊んでいきたいと思います。ということで皆さん長い間最後までありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の新しいシリーズでお会いいたしましょう。バイバイ。